皆さんはノアとイリスどっちが好きですか？僕はノアです。戻ってきてほしい。そしてイリスと交代してほしい。刹那圭介です。ごめんなイリスくん、僕はノアくんの方が好きだったよ。はっはっはっ、よっしゃ。冒頭はコメント返信。これか。このたくさんのトマトを見て、学校で投げるためのトマト、まだたくさんあったのかというコメントがありました。それがちょっと面白くて、言っておきます。コメントくださった方、ありがとうございます。そうですよ。こんだけトマトを用意してね、後で学校でトマトをぶつけ合いますね、みたいな、するみたいですよ。宮川大輔が来ますよ。イッテ Q ですよ。世界の果てまでイッテ Q なのに、ただの学校に来るわけですよ。面白いな。何も面白ないよ、だな。こいつ結局どうなんだろう。ねえ、レイター、夢から目覚めるなんて冗談だよね。ダメだよ、レイターは幸せにならなきゃいけないんだから。お願いだから一緒にいようよ。やばい、ヤンデレの彼女みたいなことを言いやがった。お前と何かしらの好感度を上げたり下がったりとかしてないのにな。出会ってすぐなのに消せない、消せないのか。そうか、人を消したら犯罪になりそうだからな。上に行くんだったよな。そう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 、こんな感じで。おっと、君は誰だい？レイタさん、みんな望んでますよ、あなたがここに居続けることを。どうしてだい？僕もみんなと同じ思いです。あなたにとっての幸せはここに居続けることです。おお、決せない、もしかしたらそうかもしれないっていう考えがレイタ君にあるのか。だとしたら違うぞ、レイタ君。色付きの鍵、あ、これってあれじゃん。前回のパートだったかで見たあの紙を使うんだ。これか、これじゃ。これでうまくドアがパッと見でさ、6つ並んどったと思うよね。この並びでいい、使っていけってことか。正直パッと見このピンクがチューリップってことしかわからんけど、あれか、色やけんな。色で判断しなあかんやつやけどな。左から水色、オレンジ、ピンク、赤、灰色ちゃうな、白か、白、黄色か。覚えれるかな。せっちゃんは記憶力が少ないタイプの実況者です。左、水色、あ、水色じゃなくて青なんこれ。ああ、そうだった。水色っぽかったけどね。あれ、水色ですか青ですかって質問でさ、100人中98人は水色って言うからね。オレンジ。だったっけ？よーし！で、これピンクやな。チューリップ。チューリップだけ分かったやけんな。さあ、いた、さあ、いたやけんな。赤か。赤い。よし。で、ここ白じゃ。白よな。灰色とか、灰色鍵とか言うたら、灰色鍵って大体銀に、灰色って銀にもちょっと似たようなところがあるけんな。俺の感覚。だからさ、普通の鍵やけんな。どっちかって言うたら。銀色って言うまでもないけんな。何やったっけ何やったっけ、ベロベロ喋り終えたら忘れたけど、黄色か。よっしゃー。問題なし。さて、どっちから調べていきますか。まあやっぱり俺としては右利きなんで左から調べていきます。なんか前にもやったようなパターンで。なんこの鏡、アイリス。アイリスってこんな気がするんじゃ。IR でコンマ入れて S。サングに隣の字なんな。アイリスの隣の字なんて読むんこれ。なんか よくわからんもんがあるけど。花言葉、吉法って読むんか。装束、愛。アイリスとはもともとギリシャ語で虹という意味である。あ、虹？じゃあポケモンに出てくるアイリスやって虹って意味で使われとんかな。だとしたら今度ポケモン見た時アイリスができたら、あ、虹出てきたみたいなツイートしとこうかな。アイリスはアヤメ族の奴隷に対しても使われることがある。アヤメ族って言われてもわからんもんな。デッドアーライブのアヤメぐらいしか知らんけんな。うん、あ、ごめんなさい、私に何か用ですか。唐突ですけど、ピースを譲ってもらえませんか。ピース、あ、そんな話はとったっけ。ピースってなんだ。え、俺前回のパートとか若干忘れ気味やけん、ピースが何かわからんのやけどさ、またよしか。あた、芥川賞の話しようんか。ピース、またよし、許してもらえませんかってな。譲ってもらえませんか。あなたが持っていると聞きました。どこで聞いたん。そうだったっけ。
そんな話やっとったっけ、全然覚えてないな、これ。イース君、よう覚えとるな。そうですか、いいですよ。でも、少し待ってください。え？もう少ししてから、また来てください。なんで？はあ、わかりました。何理由聞かんのイリス君。どうして、どうして、どうして待たんかったらあかん。どうして待たなきゃいけないの？どうして待たなきゃいけないの？どうは？ああ、妖怪のせいにはさせんからな。この流れでも妖怪のせいにはさせんからな。ちょっと歌ってしまったけど、妖怪抱いてたりそう、歌いかけになりとったけど、妖怪のせいにはしないからな。マリーゴールド。タゲーテス。隣の格好の中のやつってで、ね、どっかの、違う、外国での言葉かな。花言葉、嫉妬、絶望、勇者。すげえ。最初知って嫉妬していました。そしてその嫉妬はいつか絶望になりました。しかし、努力して勇者になりましたっていう物語があるマリーゴールド。わあ、いい物語や。マリーゴールドってタイトルでこういう小説が書けますよ、皆さん。マリーゴールド、嫉妬の象徴。嫉妬の象徴なん？この花にまつわるのは不吉なものが多い。嘘やろ。だとしたらなんだ、マリーゴールドをさ、彼女にプレゼントとしてあげたら不吉なんや。はあ、皆さん、気をつけてください。彼女、彼氏に、マリーゴールドの花を渡してはいけません。まあ、彼氏、彼女がいるとは思ってませんがね、ガハ。よし。あら、見かけない顔、見かけないか顔ねって。なな、見かけないか顔ね、みたいな。俺、豆じゃないよ。カカオ豆じゃないからな、お前。加工したらチョコになったりせんからな。何か用かしら。唐突ですけど、ピースを譲ってもらえませんか。またよし。あなたが持っていると聞きました。どっから仕入れたんや、その情報は。ああ、そうなの。でもそう簡単には譲りたくないわね。私だって手に入れるのに苦労したんだもの。ピース、そんなに貴重なん。貴重なん、ピース。ピース、またよし。ただでもらおうなんて、最初から思ってませんよ。じゃあ、欲しいものがあるから、それを持ってきてくれる？なんだ？お前、薬とか危ない薬とか言うなよ。そんなん運んだら警察に検挙されるからな。それは、1階にある箱の中に入っているはず。暗証番号が必要なんだけど、肝心の番号がわからないの。忘れなよ、番号ぐらい。番号のヒントの紙が引き出しの中にあるんだけど、それを見てもらえるかしら。あ、でもね、紙は2枚あるはずなのに1枚しかないの。もう1枚は探してきてちょうだい。お前、完全にめんどくさいこと俺に教えつけようとしただろ、お前。イリス、お前、それでわかりましたって、スパッと言えるんか、優等生感があるぞ、お前。すごいな。めんどくさいって俺だったら思う。ああ、引き出しってことはこれのことかい？これだね。何のことかわからないね。これはあれ、よくテレビでよくあるさ、黒い部分じゃなくて白い部分を見るタイプのやつかね。わからないね。これが悪に見えるしかことしかわからないね。2枚目が早く欲しいね。寝たいね。よし、次行きまーす。ここ。お、紙もう一つあるで。これがもう一つの紙とか言ったら笑いもんやな。食卓に薬品があったはずです。それを使ってください。食卓。食卓。あー、どうしようかな。ここ調べてから食卓行くか。チューリップ。花言葉。博愛。思いやり。色によっていろいろ違うんだ。はあ、愛の告白とか永遠の愛とか失われた愛、望みのない愛、望みのない愛。叶わない恋ってことかな、それつまり。恋は一人、愛は二人で育てるものって リルビーだよ。だからさ、恋と愛は違うんだよ、皆さん。どうでもいいか。チューリップは恋愛にまつわる話が多い。確かに色によってさまざまな意味を持つ花言葉だってそうやけんな。そうみたいやけんな。はじめまして、私何か用でしょうか。おい、ピースまたよしおくれ。ピースまたよし。唐突ですけど、ピースを譲ってもらえませんか。あなたが持っている聞きました。イリス、なんかお前さっきから一言一句全く同じこと喋るんで飽きんのお前。はい、わかりました。もう私はいりませんから譲りますよ。でもその代わりに少し頼みたいことがあるんです。お前もか。
なんかここのやつ交換条件出しまくりやん。ここぎらのやつら。そう簡単に譲ってもらえるとは思ってないです。何をすればいいんですか？なんでイリスそんなに簡単に、そう簡単に譲ってもらえるとは思ってないですっていう言葉が出てくるのか。変だと思えるかもしれませんけど、私赤いアジサイが見たいんです。赤いアジサイ、そんなんあるん？すごいな。ゾイドのさ、青いブレ、普通は青いブレードライガーの赤いやつが出てくるみたいな感じなん？今まで青いアジサイしか見たことがなくて、最近赤いアジサイがあるって知ったんです。ここの庭園のどこかにアジサイがあるって聞いたんですけど、まだ見つけられてないんです。よかったら私に赤いアジサイを見せてくれませんか？自分で探せよ。それぐらい。わかりました。あ、イリス君優等生だな。意外と優等生なんだね君は。わかりましたって二つ返事で。あー、優等生なんだな。そうかそうか、この前のスプラトゥーンのフェスだってアリを選ぶタイプだろうなこの子は。カーネーション、花言葉、ムック、深い愛。で、これも色によってやけど、愛とか感謝とかや、誇りとかある中にさ、軽蔑ってあるからね。カーネーション買って、恋人に贈ろうって人は黄色だけ選ばないようにね。まあ、君たちが恋人なんかいるかって言うたら、視聴者さんが恋人いるかって言うたら、いないと思うけどね。が、カーネーションはバレエやチューリップと同じように、愛好されてきたか。プレゼントによく贈られる。これで黄色を送ったら笑い者ってことですね。こんにちは。僕に何か用かな。唐突ですけど、もうこれいや、ただ読むめんどくさい。みんな、もう読んだってことにしておいてくださいね。ああ、そういうことか。少し手伝ってほしいことがあるんだ。手伝ってくれたら譲ろう。はい。何をすれば？あそこに赤い本があるだろ。そこにクイズが書かれているんだけどね、答えがわからないんだよ。ただのクイズというか宝探しなんだけどね。それは屋敷のどこかにあるそうだ。お前それぐらいクイズぐらい自分で解けよ。クイズって自分で解いたからこそさ、あーすっきりしたとかならんの。どうしても答えが気になるんだ。頼んだよ。あ、もう手詰まりなんや。もうそんなヤフー知恵袋で聞けばいいのに。別にそんなに俺に聞かんでも、ヤフー知恵袋っていうさ、頼もしい味方があるだろうに。住所が着ている衣服って何？答えが分かったらよく探してごらんよ。宝物はそこにある。はぁ、行こう次。スノードロップ、花言葉、希望、慰め、初恋のため息。初恋のため息があってロマンチストやな、スノードロップ。名前がなんか若干そうな気がするけどさ、スノードロップを死のシンボルとしてしている国もあり、人への贈り物にするとあまり良くないようだ。マジで？雪が自らに色がないため、色を分けてくれるように花に頼んだが、言葉まで唯一それに応じたのがスノードロップだったという言い伝えもある。いいやつでスノードロップ、いいやつで。なのになんであれ贈り物にするとあまり良くないの？ちょっと理不尽じゃない、スノードロップ。希望なのか不吉なのか、どっちだろうね。あ、メモこれだよ。あ、メモこれだよの前に言うような言葉じゃなかったね。何が言いたいんだ君は。鍋に、これわからん。うんってなるわそれ、うんってなるわ。あ、お客さんだ。いらっしゃい、いらっしゃい。何か用かな。あ、まだこの言葉か。お前よう一言一句同じこと言えるな。どうしようかな。もったいぶるタイプじゃ、じらしてくるタイプじゃ、クソ。あ、またこの言葉ですよ。イリス君、お前は。うん、じゃあお使いを頼んでもいいかな。初めてのお使いや、イリス君。この庭園で探しているものがあるんだけど見つからないんだよね。アジサイって言うたらぶん殴るぞ。それを取ってきてほしい。そのメモは妹が持ってるからさ。妹？何お前、この分かりましたって返事言う前に渡してきとんだな、お前。この人だったら受けてくれそうみたいな感じで渡してくるんじゃないお前。安受け合いするタイプだろうなって思っとっただろお前。バカにせんじゃないよ。
さて最後の部屋。推薦。花言葉はうぬぼれや自己愛、エゴイズム。うぬぼれやって。なるほど。俺には全然縁のないような言葉かもしれんな。白尊重、黄色、私の元へ帰って。私の元へ帰って花言葉は私の元へ帰って。そんな具体的な花言葉あるのすごいわ。黄色い水星を渡されて私の元に帰ってって言われてるってことだからな。すごいな、花言葉って。水辺で咲く姿を仙人に例えたものと考えられている。なくすブレーンは神話に登場する美少年の名前が由来とされる、美少年やけど名前は全然 B って使いんような読みにくいやつやけど、なんて読むこれ。もう一回チャレンジしたろ。マークス、マーク、ブーやめた。これまず英語なのか。アルファベット使われてるけど英語じゃないような気がする。よっしゃ、今日はもう依頼を安請け合いしまくったイリス君をさ、もうこの野郎っていう目で見ながらセーブします。この野郎安請け合いしすぎなんだよ。イリス君が真面目だことは分かったけどさ、素で虚像かっこ愛やけんな。やばい、真面目な人が恋をしたらどうなるか分かりませんからな。というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。週上げ。クソイースのやつ、安請け合いしまくりやがって。お前はよろずやかっつーの。ぶっちゃけた話、今回のパートでイースくんよりもやっぱりノア君の方が良かった感がめちゃくちゃ増しました。ノア君にまた会いたいとです。あ、ホモ的な意味じゃないだろ。